教科書ゆとり教育。おーい、ちょうどあれだよな、慎吾ゆとり教育と間違えられていつもなんか悩んでるタイプだよな。都市的にな、一言目にはゆとり教育の、こいつ実はゆとりじゃねえんだよ、こいつの下がゆとりなんだよ。言われるよね。30歳ゆとり教育を言ってんの。いや、それじゃなくて、その何年後、僕の一つ上の下から新課程になるんですよ、教育課程が。でさらにもう一個少し下からゆとり世代になります。だからこいつよくゆとりって言われてるんだけど、俺ゆとりじゃねえし。 あなたからゆとり教育だよね、平成元年から。僕はあのなんでそれの一つちょっとだけ上の世代なんですよ。厳密にはゆとり世代じゃないんですけど、あの皆さん方からするとまあひとまとまりになるんですよ。ああ、なるほど。ゆとり扱い、はい、ほんでなんかいいことありました？ないですね。で、悪いことありました？舐められるっていうのが、こう、下に見られる。あ、バカにされて、はい、ゆとり教育だ。一言目にゆとり教育だ。一言目にゆとり教育だ。はい。で、お前、あの、3.1 を知らんだろう。知らんだろうって。バックパス手で取り上がってとか。土曜日学校行ってないだろうとか言われます。土曜日はない、ゆとり教育から。でね、土曜日学校行かないとなんか悪いことあるの？僕自身は特になかったと思いますけどね。親からでもね。でも皆さんからするとそう思われてるみたいな。親が困るって。親が困るって。親が困る。あ、なるほど。私が飲めることは、あの、大体もともといい加減にしか手に入れてないネタなんで、あの、正確かというと不正確です。間違いない。で、あの、注意して聞いてくださいということで、で、ゆとり教育は弊害だったと彼は今言ったんじゃないかな。そうですね。はい、いいことはなかった、はい、悪いことは、はい、有益であったという人はいません。あなたたちはあの取り組みやってないから分かるけど、あのこれはとても有益だ、有効だった。どこに？何に対して？社会。何？経済効果みたいな。経済効果みたいな。そう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 。世の中が良くなったとか、素晴らしくなったとか、なんかいいことあるか。全然誰も分かんないですよ。別にゆとりやろうがやらないが世の中ずっと流れてるから変わんない。テレ朝でいうゲットスポーツとかだとゆとり世代のスポーツ選手は両極端でいい選手がめちゃめちゃ出てきて、でダメな選手もいっぱいいるけど、でも極端にいい選手が生まれたおーって聞いて、あ、なるほどなって思いました。極端にいい選手が出てきた。いいですね、桐生選手がね、10秒切って、よかったですね。本当はね、今日ネタでね、もう一個ね、その桐生選手の10秒ネタ、まあ、なぜ出たかというネタもある。でも、そんなのつまらんでしょうか。聞きたい、聞きたい。あなたが聞きたい。桐生選手の何や。個人的に、あの、ここで、例えば、陸上競技をやってるやつらが、一つから違う。間違いなくそれ。ね、あれなんか、風に押されてる。そうそう、ここで、皆さんが、あの、子供さんも取ったり、ちょうどそういうのに悩んでたりするもんだからゆとり教育が出てきたらいいです。で、そういうことネタっていうのはそういうもんで、あの受けてくださる方がいないことにはあの授業というのは成り立たないんで、授業の基本はまず誰がいるかいないかということ、誰にお話をするかということで、ではい、じゃあ手を挙げてください。弊害だった、有益だった、有効であった。はい、弊害な人。弊害だった。弊害だった。弊害関係ない。関係ない。関係ないよ。4番そうだ、関係ない。はい、あ、そういう関係ない、関係ない。先生らがサボった。うん、すごい。あと言ってランク、リブトゲザー、ランク、ビーなんです。で、これが4つの柱なんです。で、これを直訳するとランクのはね、知るにはまずそのツールが必要で、
例えば言葉を知るとか書くとか読むとか読書するとか、そういったツールが必要なんで、自分たちがいろんなことを知識を得るために勉強しましょう。まずね、トゥードゥっていうのは普通勉強ってさ、学校の勉強って意味がない。みんな世の中出てからさあいよいよ仕事しよう思うから、何がいる？知識やけど、そう、仕事も知識が必要。学校で教えてくれへんか。あなたが課長さんになるために必要としたその仕事の内容というのはどこで勉強した？でしょ。つまり、トゥードゥというのは何かをしたい、自分がこれを生きてるために何かをしたいために学ぶという。だから真剣に学ぶわけですよ。だってそれやらないと生きていけないもん。ね、Learn to know, do っていうのはそういう意味ね。だから Learn together, to live together っていうのはね、これとても大事なことで、これ後から出てきたんです。もう深くいくと、もう話がビヤーっとね、20ぐらい飛ぶと、あのお釈迦様の教えにつながっちゃう。要はあのみんなと一緒に行きましょう。じゃあなぜそんな必要かっていうのは、まあ今世の中のみんな分かるでしょ。一人じゃ生きていけないし、ね、みんなと一緒に行かないとその世界平和とかそういうのはないわけですから、たとえあのイスラム国であろうとなんだろうと一緒に行きましょうというのがこれで、 Learn to be っていうのが最後で、 Learn to be っていうのは自分らしく自分がそこにあるために学ぶ、自分というものを知るために、自分というものを確立するために、だからもうこれとっても素晴らしいこと言ってるわけですよ。でこれ直訳するとどうなる？その言葉が悪かったんだけど、はい、彼、はい、Learn to be を直訳すると障害学習、橋で生きる力。ああ、しょっちゅう聞かなかった？今とか言いますよね、生きる力。ランじゃあ、ランプリントじゃん。ランプリントじゃん。走り取る。何だろう、一緒に学ぶ。リーブだから、生きる。共に生きるって、どっかにあれない。共に生きるってさ、あの各学校にさ、今、どこでかでか掲げてない。これね、実はこの4つとも、あの平成、元年の指導新指導要領から全部書いてあるんです。まるっきりこれね、ドローンレポートのそのままなあの指導要領で、それの直訳なの、直訳したもんだから誰も中身は理解してない。で、じゃあなぜこれが出てきたかっていうことがあるわけ。ということは何かの反省の上にこれが生まれたわけ。じゃあその前の対境にあるのは何ですか？それに書いちゃったんだけど。どういうこと？書いちゃったんだけど、勝てば儲かりゃ。ああ、そういうことか。アメリカ的な考え。アメリカ型の資本主義的なやつ。今資本主義で。そんなのでも習ってないですよ。あ、教育者ありますか？あ、いいです、いいです。ちょっとなんか。ラーあらこっちか。ちょっと今ラーチューの後に何かがつくんです。勝てば。じゃこれあの。勝てばウィンじゃん。濡らして。あの惜しい近い。何がつくでしょうか。ここが重要なんです。で、実はさっき見せたあのなんだっけ文科省のやつね、その中にね出てこないから、おっと、お前ら何勉強してるの。何も分かってない。あのフォームレポートが生まれたり、あのこのノロレポートが生まれた理由っていうのは全く分かってない。だから誰も理解してないよっていう。教員もほとんど理解してないし、文科省自身が理解してないんで、どうしようもないじゃん。じゃあ何が入りましょうか。今日の一番の問題です。単語1個、単語赤ペンがいる。単語、単語何何ランク、ランク
実はこれはずっと、そうですね、18世紀以降、19世紀ぐらいから世界を支配した言葉です。世界を支配した言葉はこれです。ランツイングリッシュ、イングリッシュ、とっても簡単なイングリッシュでとってもしょっちゅう使う、普通に使う。俺今一生懸命英語勉強したの、なんでかっていうと東京に来たらやりたいの審判を。ほんで審判に手を挙げたら愛知県が5人行けますって言うんだ。ほんでなんで選ぶかって言って聞いたらイングリッシュ、英語が通じればトヨタだったトライチャイナじゃないんだチャイニーズダメよ、イングリッシュ、イングリッシュ、イングリッシュ、ポルトガル語ダメや、イングリッシュで、今イングリッシュ勉強してんだけど、一生懸命もう東京オリンピックの審判やみたいで、じゃあ、愛知県でここに行ってらまで頑張ろう、先生頑張ろう、うん、どっちだよ、俺は一応今はアナウンサーが出発する。でもアナウンサーはイングリッシュだから多分、そちらも無理なんでね、ネイティブじゃないから、まあ、出発だ。一応今愛知県の、県大会すべて出発ランナーが進行しておりますので先生これも英語で言ってみる。全然ダメHelp me Help me I have no money and help me ちょっと待って分かんない、まあ答え出しましょうね。今言ったイングリッシュの中にあるんですけど、マニー、簡単な感じ、なんていうの、金か、マニーではない、ランとマニーなの、近いんですけど、何かというとランとハブなんですね。ハブハブ、えっ、で実はこれは西洋思想のね基本で、例えばそれを紹介したのが一万円札のおじさん宇佐吉さんで、宇佐論吉って書いたらお前そしたら宇佐の論吉で要はアダム・スミスの経済論の前に市民論です。スミスじゃなくてアダム・スミスじゃなくて、ジョン・ロックと市民政府論、がこれなんですよ。Learn to have。 何かというと、勉強すると金持ちになります。いろんなものが手に入ります。素晴らしい世界が待ってますよというのがあったんです。で、学問の勧めがここから生まれたわけです。勉強すると人よりも先に行けますよ。人よりも儲かります。1円でもたくさん入ってきます。楽して儲かります。そのために勉強しなさいって言っとるよ。学問の勧めってそういう意味でしょ？そうなんです。学問の勧めそうじゃない？そうですね。ね、これから近代化していく過程の中で勉強しておけば儲かりますよ。そう、儲かりますかね。かっこいい。で、信号を通ったら私ですからね。学問の勧め最初なんか元気の。まあここからちょっと天は人の上に人を作らせる。それそれ。最短でそれ。俺自分でな、さすがに信号持ってたとは言いかけへんし、そう日本で一番当時売れてたわけですから、学問の勧めって言ったらベストセラーもベストセラーで。日本中で一番明治時代一番売れた本は何かって多分学問ですね。我が輩は猫ではなくて坊ちゃんではなくて、この学問の勧めが明治時代のベストセラーで、もうダントツの1位なんで10倍ぐらいになって、つまり小学生も真面目に読んどるわけですよ。旬がなって言ったらもうこれってでもそういう証拠を積み重ねていくとそれしかない。このまま行くと俺の中では学問の勧めイコールエロ本っていう違うじゃん、本化しただけだからさ。で、問題はこれなんです。ラーニングトゥーハーブ。そうそうそう、これもね、ラーニングトゥーハーブはいいのかいかんのか。で、ずっとこの市民政府論から
ずっとアダム・スミスも全てですね、ラーニングトゥハブで来たんですよ。で、それがために、例えば満州に出てきたとか、帝国主義で植民地を作って、とにかく自分で得て、あいつらはバカだから、バカな奴らは取られても仕方がない。で、いわゆる搾取をする。ね、で、今でもアメリカはそのままですけど、貧乏人はバカだから、搾取されても仕方がない。で、あの、すごく賢いのはたくさん取るでしょういうのやるわけです。で、それを繰り返し繰り返しやっていくと、いわゆる第一次世界大戦、第二次世界大戦の原因なんだってよく考えてみたらこれだ。国民が豊かに暮らしたい。ちょっとでも楽したい。で、よくアニマルマネー、アニマルって呼ばれたじゃん、日本人も。海外で出てたとか、要はお金で豊かになって、こんな身にあるか、なんだっけ、古い言葉だ、新しい言葉。エコノミーマニア、経済コミックアニマル、エコノミックアニマルとかなんとかって言われたんだけど、要は武器は持たないんだけれども、その何これ、ラーニングトゥーハブで、ずーっと高度成長はそれなの。このラーニングトゥーハブ、世界中で一番ラーニングトゥーハブは日本なんです。まあ、もちろん最高はアメリカなんです。だからアメリカは未だに戦争を仕掛けないと生きていけないんです、ね、戦争国ですよね、うん、結局戦争しないことには自分のこの産業が成り立たない。武器を売らないことには何ともならない、ね、だから戦争をやっていく。で、要は第二次世界大戦が終わって、あのユニオンなんだっけ、国際連合ですか、うん、何ユニオン、ユナイテッドネーション、ユナイテッドネーションズ、ユナイテッドネーションズはあの何を目標にしたかというと、戦争がない世の中が作りたいというのが目標。とにかく戦いがない、貧困がないというのが、ああごめんなさい、戦いがない。で、よく考えてみたら、貧困が戦いを生む、貧困からこれが生まれてくる。なるべく貧しいから欲しいじゃん。だからここから生まれてくるから、で、それをやっていくと最終的には途上してる時はいいんだけれども、途中から必ず帝国主義になる。誰もが植民主義になる。誰もがあの経営者になるんです。経営者って知っとる、あの働いてる人